警視庁、捜査一課十一係シリーズ石の眉、石の眉警視庁、捜査一課十一係は、朝、三輪氏による日本の推理小説。木更らぎ東子と彼女が所属する、警視庁、捜査一課十一係の刑事たちを主人公とした、警察小説シリーズ、警視庁、捜査一課十一係の第一作として、講談社ノベルスより2011年5月に、刊行。 石野真由警視庁殺人分析班と海外し、講談者文庫より2013年5月に文庫化された。木更木東庫は、警視庁、捜査一課の新人刑事。新橋のハイビルの地下室で発生した、猟奇殺人事件の捜査をめぐる、知能班と警察の攻防を描く、本格派ミステリー。ワウワウ、連続ドラマ W 枠にて、テレビドラマ化され、 殺人分析班シリーズ第1弾として、石の真殺人分析班と題し2015年8月より、放映、また同シリーズスピンオフとして、悪の波動殺人分析班スピンオフと題し2019年10月から放送された。木更ら東子は、警視庁本部に勤務する新米の女刑事である。刑事であった亡き父の遺志を組んで警察に就職し、 念願がかなって、捜査一家に配属された。3月9日、新橋4丁目の更新ビルで、肩から下を、モルタルで固められた男性の遺体が発見される。翌朝、捜査本部に犯人を名乗る男から電話がかかってきた。トーコが話し相手をすることになる。トレミーと名乗るその男は、警察を愚弄、挑発する。捜査を続けるトーコらは、 芝公園二丁目の元中華料理店の調理場で頭部をモルタルに沈めた遺体を発見する。トレビーはその後もたびたび捜査本部に電話をかけてきて、殺人に関する情報を提示しながら、捜査本部に揺さぶりをかけ続ける。石の眉殺人分析班のタイトルで、ワウワウ。 連続ドラマ W 枠で殺人分析班シリーズ第1弾として2015年8月16日から2015年9月13日まで放送された。主演は木村綾乃。共演は青木須幸、渡辺一慶ほか。監督は数多くの刑事ドラマ演出経験のある内方明。脚本は船を編むで日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞した。 渡辺検索。木村綾乃が刑事を演じるのは、本作が初めて。主人公である東湖の原作での小柄で華奢なイメージに、近づけるため、あえて普段より1サイズ小さい7号サイズのスーツで、撮影に臨んだ。第3作、水晶の鼓動警視庁、捜査一家11係を原作として、殺人分析班シリーズ第2弾となる、水晶の鼓動殺人分析班が、 同枠にて2016年11月から12月に全5回で放送された。2016年3月18日に DVD が TC エンタテインメントから発売される。悪の波動殺人分析班スピンオフと題し、ワウワウ連続ドラマ W 枠で殺人分析班シリーズのスピンオフドラマとして2019年10月6日から11月3日まで全5回で放送された。 シリーズ第1弾、石の眉殺人分析班の登場人物、トレミーから着想されたオリジナルストーリーで、トレミーが冷酷な殺人鬼となるまでの前日端を描く。主演はトレミーを演じた古川祐希。石の眉殺人分析班に関するカテゴリー。ありがとうございます。